とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は久しぶりにいい装備が出てきました。これですね、ウィンドボーです。黄金が弱体化。で、エンチャントが、クールダウンショット、虚無、バーストボーストリングですね。クールダウン編成の虚無と弱体化、両方ともついてるっていうやつだね。で、今まで使ってたのがこっちです。バーストボーストリング、クールダウンショット、アーティファクトチャージ、虚無ですね。敵がいないところで、このアーティファクトチャージがついてると、かなり、動きが良くなるんだよね。でもこっちは敵がいないと、クールダウンが発生しないので、動きは若干悪くなるんだよね。俺、こっち側にはね、慣れてないんだよね。いつもこの、チャージがついてるやつで戦ってたんで、こっちには慣れてるけど、こっちではまだ慣れてません。さあ、どんな感じになるんでしょうか。物自体はね、強いはずなのよね。でも、その装備になれるかどうか、だと思いますけども、どうでしょうか。行くぞ。あ、ちなみに、アンチャンティングがついてる、心奪うものですね。こういう、デイリークエストでは、かなり、役に立つところでしょう。ちょっと打つとし、ちょっと待って、クイック持ってるっしょ。クイックと加速か。そりゃ攻撃速度速いわ。うっとうしいぐらい速かった。最悪の組み合わせだったね。で、脅威1ですね。ここは、旗持ちが結構多いと思いますので、全部取っていきましょう。ちょっと待って、やばいね。段数やばいな。やっぱ最初のうちは、ちょっとこの矢の数をなんとか調整していかないと、持たないね。ちょっと持たないわ。どうするか。あと16本しかねえぞ。まあまあ、矢が出てきたら、そうね。ちょっと矢を多く入手できるような工夫をちょっとやっていきましょうか。これはちょっと厳しいかもね。お、キャプテンいた。珍しいね。珍しいぞ。ちょっと待って。多すぎだっつーの。しかも味方回復とか鬱陶しすぎる。はい、神秘、モブ HP150% 増加ですか。はい、はい、はい、厳しいね。厳しいよ。OK、矢が出てきた。残り12本か。ここで、あれだね。ツタの矢をつけて、で、急兵で取っていけばいいか。矢が出てきたら、とりあえずこれで増やしていきましょう。中間地点突破でーす。この後いるかな、どうだろうか。行きましょう。うわ、できるだけ矢は節約していきます。やっぱね、慣れない、まだ。なぜ今ローリング、あ、じゃない、ジャンプしないって思うところがあるんだよね。やっぱね、チャージがついてるかどうかで、だいぶ動きが変わってくるよね。だいぶ違う。ここまで違うかっていうぐらい違うんで、やっぱ慣れが必要っすね。よっしゃ。敵の HP がね、やっぱり 150% かなり増えてるので、戦いにくくはある。けどもうまだ全然いけるね。これにこっちの攻撃力が 60% 減るとか、そういうのがついてくると、ちょっとやりにくいと思うけど、この感じだったら全然いけますね。で、意外と、なんだろう。このゆっくり進んでいくっていいかもしれないね。ゆっくり進んでいくと、なんかそんなに敵がワンサが出てくることもないし、その点ではいいのかもしれないな。キャプテン発見！どこだ？いた！ちょっとこれひどくねえか、ここ。あー！固まった。あぶね。なんだ、ここは。あ、でもね、ウィンドボーの効果で、
敵をね、こう引き寄せるんで、それはすごくいい。うん、ナイスウィンドボー。次何？あ、ボーナスショットを持ってるか。特に問題ないね。残りのキャプテンは多分ね、この地下にいるんだよな。矢がね、持つかどうか。まあまあ、150本ぐらいあれば、まあまあまあ、そこそこ、いけるでしょう。これ、弾数の確保が、問題か。弾数確保が、ちょっと、課題になるところですね。なんか、これを、おー、いたいた！いるね。ちょっと、多くねえか、これ。ひでえな。ちょっと待って。これはひどい。この数ひどい。ノックバックがすごいね。よっしゃ。OK。いけるいける。ポーションバリアのね、時間をしっかり見ていけば、問題ないんで、いきましょう。キャプテンの名前も見えてる。ちょっと、落ちちゃったよ。硬いな、やっぱり。めっちゃくちゃ硬い。よし。矢は出ないね。矢が出ない。すっごい短いタイプだ。すっごい短いタイプ。OK です。どこだ、キャプテンは。キャプテンどこ？あ、いた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 。お前か。よし。ノックバックすっごいする。ちょっと前。ナイス。吸血ですっごい回復するから。やっていけてる。で、脅威が2ですね。あれ？ということは、これゴールの手前に、残りの2体がいるってことか。ゴールはね、もうこの先なんだよね。じゃあゴールには行かずに、ちょっと探してみましょうか。あ、敵がいるところはやっぱね、いつも通りの動きができる。けども敵がいないところが、ダメ。あ、あと範囲外にいるとき。範囲外のときもできないんだよな。うん、そこはちょっとやっぱり、まだ慣れない。全然慣れないね。もっとね、ぴょん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 して、動いていきたいところなんだけど、難しいなぁ。オッケーオッケー。おー、2体とも、そう、弓のタイプ？よし、オッケー。動きづらい。動きづらいよ、ほんとに。動きづら。よし。ダイナモ装備してると、あんまり向いてないのかな。ちょっとダイナモを貯めにくい。敵がいっぱいいるところではね、まあ貯めれるんだけど、それ以外で貯めていこうとするとできないんで、ちょっとそこがやりにくいな。もうほぼ関係ないんですけども、最後のやつが出ました。何？プレイヤーの HP が 40% 減少するですね。もうクリアするんで、特に問題もないです。アイテムもなしか。はい。では、あとはクリアするだけっすね。上に進んでいくだけ。ちょっと、クールダウンが進んでないので、ちょっと敵がいるとめんどくさいかもしれないですけども、いけるね。はい、 OK。 はい、ではゴールですね。今日はこれですね。ウィンドボーの黄金で弱体化で、クールダウンショット虚無バーストボーストリング、これを使ってみましたけども、慣れないですね。慣れないし、ちょっと、敵がいないところでクールダウン発生しないので、ダイナモが貯めにくい。あ、これダイナモついてなかったか。ダイナモついてなかった。でもダイナモはね、貯めにくいと思う。なので、ちょっと俺はまだ慣れませんね。強いと思うんだけどね。弱体化も虚無も両方ともついてるんで、いい感じなんですけども、ちょっと練習が必要っていう感じです。
ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。